動画編集に欠かせないのが装飾の効いたテロップですよね。編集ソフトに内蔵されているテロップツールの中ではこれが最強なんじゃないでしょうか。レガシータイトル入門編。はい、アドビコミュニティエヴァンジェリストの1位です。このチャンネルではプレミアプロについて様々な情報をお伝えしていきます。特にですね、バグについて、バグ撲滅を目指して、情報共有していくチャンネルですので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、プレミアプロのテロップ作成ツールですね。プレミアプロには内蔵されているテキストツールが2種類ありまして、レガシータイトルと、エッセンシャルグラフィックスのテキストツール、この2つがあります。まあ、今回はレガシータイトルの基本的な扱い方、まあ、どんなことができるのかみたいな初級編としてご覧いただけたらと思っております。プレミアノート。はい、それではやっていきたいと思います。レガシータイトルの出し方からいきますね。まずですね、レガシータイトルを読み出すのに、左上のこうですね、ファイルから新規レガシータイトル、これですね、これクリックします。そうするとパネルが出てきて設定を聞かれますね。まあ、このままでいいですね。名前もつけてください。OK をします。そうすると、こういうレガシータイトル作成用のウィンドウパネルが出てきます。はい。下に映像が出てますが、この左上の T のところですね。これをクリックして、画面上をクリックします。テキストを打ち込めるようになるので、プレミアノート打ち込んでみますね。はい。これ選択ツールで場所も移動できますし、サイズも変えれます。まあ、ちょっとフォトショップみたいな感じですね。はい。そして、この右側ですね。レガシータイトルプロパティ。ここで、不透明度だとか、フォントだとか、サイズだとか、カーニングだとか、いろいろと調整できます。で、まあ、せっかくなんで、フォントを、ちょっと太めがいいかな。フォントを変えてみますね。ブラッシュ。はい。なんかこんなフォントにしてみました。他にもいろいろ傾きとか、こんなんですね。カーニングだとか、いろいろと調整はできます。よく使うのがここですね。塗り。これは文字の中の色なんですけど、ここの色を設定できる。ちょっと赤っぽくしてみたりとか、設定して OK を押すと反映されると。こういうことですね。で、これ実は塗りというのが種類がいろいろとありまして、今ベタ塗りというものになってるんですけど、線形グラデーション。グラデーションにすることができるんですね。じゃあやってみましょうか。この2つの色の片方をちょっと違う色に変えると。そうするとここはグラデーションになるんですね。で、これ、普通のグラデーション以外にも4色グラデーションとか、こう4箇所、タイプの違う感じに色を変えて、なんかふわっと変えれるということなんですね。ちょっと黄色っぽくしてみようかなとか、いろいろとアレンジできると思います。はい。まあ、こんなんとか、できます。はい。で、他にもですね、塗り以外にも、その下にこのストロークという項目があります。これまあエッジと言いますか、周りの線なんですけど、一つやってみましょうか。ストローク外側というのを追加ボタンで、アクティブにすることができます。このサイズで太さを変えたりと。で、当然、色も変えれます。ちょっと茶色くしてみましょうかね。はい。こんなとか。ここに他にもオプション項目がありまして、この光沢という、やってみたいと思います。これ僕好きなんですけど、要は、こういう、ちょっとメタリックなラメラメ感をつけることができると。角度とかオフセットで位置変えてみたりみたいな。これちょっと豪華な感じにできますよね。これなかなかね、珍しいというか、Photoshop でもまあできないことはないんですけど、一文字一文字に対してこう、つけていくっていうのは、レガシータイトルの方がやりやすいですね。はい。あと他にもここテクスチャーというのがありますが、テクスチャーは、じゃあ塗りの方。塗りの方にも同じ項目あるんで、塗りの方で使ってみましょうかね。
このテクスチャをオンにして、テクスチャの横のこのウィンドウをクリックすると、選択画面が出てくるんで、ここにいろんなテクスチャ入ってるんで、ちょっと適当に、風合いを変えれるので、こんなにしてるか。はい。なんかまあこれがいいかどうかはあれですが、なんかまあ中のテクスチャを、任意の画像で、アレンジすることができるということですね。で、さらに、今、塗りストロークと言いましたけど、影。はい、もうちょっとシャドウがつきましたね。これも結構細かく設定することができます。硬さだとか、こんな感じで、まあ、濃さもちょっと変えたりとか、できます。テクスチャーちょっと外してもいいかな。ちょっとまあ、金ピカというか、金色な、ちょっとこれで、豪華な感じのテロップになったんじゃないでしょうか。光沢をちょっと、角度、プレミア、はい。プレミア感のあるテープですね。で、こうやって、縦横の大きさも変えますし、まあ、ドセンターに持っていきたいときは、このボタンで、中心の位置へ持っていったりできます。で、テロップ作り終えたら、この左上の閉じるボタンで一回閉じちゃいます。そうすると、こっちですね、プロジェクトパネルにタイトル、今作ったタイトルが生成されてるんで、これをドラッグしてタイムラインに持っていって載せると。これで、絵の上にテロップが載るということですね。こんな感じ。はい。プレミアノート。まあちょっと簡単ではありますけど、サクサクと結構なクオリティのテロップが作れるんじゃないかと思います。Photoshop でも当然こういうの作れるんですけど、今の光沢だとかは、効果の適用の仕方が、こちらの方が、いい感じになったりもするので、すごくおすすめなアイテムだと思います。まあ、今回初級編ということで、サクッとご紹介しましたが、次回はですね、この応用編ということで、一歩先の使い方とか、ちょっとバグについてとか、お話できたらなと思っております。バグという意味ではですね、このチャンネルではバグと質問をいろいろと募集しておりますので、コメント欄にどしどし書き込んでいただけると幸いでございます。それではまた次回お会いしましょう。